結田慎太郎は石川県金沢市出身の元プロ野球選手、スカウト野球指導者。左投げ左打オリックスがブルーウェーブとして最後にドラフト指名した選手である。2021年現在、オリックスバファローズの育成コーチを務める。小学生時は金沢市東部地区にある金沢上等メッツの第17期生としてプレー 東院学園高等学校では3年時に4番、一類種として、一学年後輩の福原純一らと共に、第81回全国高等学校野球選手権、大会に出場。準々決勝で、小打児を要する気流第一高校に敗れベスト8。卒業後は、早稲田大学に進学し、鳥谷隆青木の立地か、比較都光らと同期となる。 日カと共に1年の春からレギュラーを獲得し、4年次の東京六大学野球春季リーグ戦で、首位打者、ベストナインを獲得、秋季リーグ戦では、打点王、ベストナインを獲得した。後期に強い打撃でたびたびチームを救い、リーグ4連覇に貢献した。リーグ通算80試合出場27、272打数、80安打、打率、294、4本塁打。 50打点。2003年度ドラフト8巡目で、オリックスブルーウェーブに指名を受けた。もし指名漏れしていたら、就職浪人をするつもりだったという。2004年末の分配ドラフトを経て2005年からは、オリックスバッファローズと契約している。2007年はチームに、苗字の読みが、同じ吉田修司がいたため、打順が回ってきた時は、吉田新だろうと、フルネームで、コールされていた。 オープン戦では、マーク・クルーンから本塁打を放つなど、3割を超える、好調な活躍ぶりが認められ、開幕1軍入りを果たし、5月17日には、プロ入り初本塁打も放つなどブレイクを予感させたが、思うような結果が残せず、結局22試合出場に終わる。2008年は、坂口智孝・下山晋司が対等したことで、出番が減少。 わずか1アンダを放つのみの結果となる。2009年はさらに激化した外野のレギュラー争いに割って入ることができず2軍でくすぶっていたが、怪我人属出のチーム状況により、8月27日に1軍昇格、スタメン起用もされたが、打撃面では打率、182と振るわなかった。しかし、守りでは8月29日の西部戦で同点で、迎えた9回てに、 勝ち越しの走者を指すバックホームを見せ、その後のチームのサヨナラ勝ちにつなげた。2010年は主にダイソー、代打で17試合出場するも、打率、067のわずか1アンダを放つのみに終わった。2011年は、シーズン前半は1.2軍を行き来していたが、8月下旬に3度目の昇格を果たすと、8月31日の対、 ソフトバンク戦では4年ぶりの本塁打を放つなどの活躍を見せ、9月は9番右翼手でスタメン出場をする機会を得た。後半は調子を落としに軍降格となったが、自己最多となる32試合に出場し、前年までの通算11アンダを上回る16アンダを放ち、ほぼ全ての面でキャリアハイとなる成績を残した。2012年は2軍では7月13日の ウエスタンリーグ、対中日戦で、朝尾拓也からシーズン唯一となる本塁打を放ったが、一軍では20試合の出場に止まり、打率、152に終わった。2012年11月1日付で、戦力外通告。同年12月28日に、オリックスバファローズのスカウトに就任することが発表された。主に、東海、北陸地方と東京。 神奈川を担当し、沢田圭介、本田仁司会、山崎総一郎などの獲得に携わる。2019年10月15日に、球団から2020年シーズンより2軍外野守備、総類コーチに就任することが発表された。8年ぶりの現場復帰となる。総、高、主3拍子揃った、高選手として潜在能力を、早稲田大学の先輩である。 中村勝弘に見染められていた。二軍では、毎年2割8分前後の打率を残し、外野守備もうまく安定した成績を残していた。しかし、左投げのため守備位置が限定されることや、長打力があるわけでも飛び抜けて、俊足というわけでもなく、これといった特徴に欠けるタイプのため一軍に定着できなかった。大学時代、膝が悪かったため当初は、 プロ入りは考えておらず、一般の学生同様就職活動を行い、就職試験を少なくとも2社受験した。しかし不合格となったことで一点プロ入りを検討、ドラフト指名されなければ、再び一般人として、求職活動をすることにしていた。実際に指名したオリックスは興味を示していたものの、指名を確約するほどでもなかった。ドラフト当日、鳥谷、ヒカ、 青木が指名されていく中、八巡目で、ようやく指名され涙ぐんでいるのが、ニュースで報道された。第一文学部日本史学選手を卒業したが、同選手初のプロ野球選手ということで、選手別に行われる、卒業証書授与式では、先生から一言求められ、夢を諦めずに追い続ければ、いつかは叶うと述べている。現役時代の応援歌は、もともと、 オリックスブルーウェーブの汎用テーマであった曲が使用されていた。ありがとうございます。